切り返すときにちゃんと左に踏み込むんですね。本当にカスカスよ、ほんのちょっとですけど、その誤差が結構大きいです。いや、ダメじゃないんですよ、これが良すぎるだけです。はい、どうもこんにちは。プロと記者がどんなやり取りを繰り広げながらレッスンが作られていくかを見ていく番組です。で、今日のプロはこちらの方です。大岩隆一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のレッスン内容って聞いてますか？アイアンっていうふうに聞いてます。はい、プロアイアン得意ですね。得意ですね。じゃあちょっとレッスンぜひよろしくお願いします。お願いします。まあ、ところを作るっていうことは、まあ、動きの中で作っていかないと、まあ、ダウンスイングの話だと思うんですけど、まあ、やっぱり体の回転、まあ、主に腰が止まったりとかすると懐が狭くなって、まあ、いろんなミスが出るんで、ちゃんと腰が回転してくれば懐が広くなって、そこにクラブを落としてきて、まあ、インサイドからクラブが入ってきやすくなるみたいな感じですね。まあ、そうですね、止まったりとか、まあ、あと例えば、まあ、バックスイングでちょっとスウェー入ったり、まあ、若干起きたりとかすれば懐が作れないから若干こう外から入ってきたりみたいなのはあると思います。上がるってことは今度腰が回しにくくなるんで、そうなるとまた今度低くなり、今度手元が浮いたりみたいな、そういうミスになります。それでも僕の個人的なスイングのあれなんですけど、それは僕がスイングの軌道を矯正するためのものなんですよ。ボールありますか？ボールを置いて、まあ、さっき下でスティックも置いてたと思うんですけど、まあ、こっちは足のラインで、こっちにもスティックを置いて、これがまあ軌道ですね。で、軌道をさらに矯正するためにここにペットボトルを置いて、それに当たらないようにバック線を上げるっていう感じです。そうです、だんだん外に上がってくるんで、インサイドにちゃんとある程度の一定量を上げて、で、上げたところに僕大体降りてくるようになってるんで、まあ、こうほどはなんないですけど、本当にカスカスよ、ほんのちょっとですけど、その誤差が結構大きいです。これはカット機能のアマチュアはいいかもしれないですね。まあ、これスティックはまあ2本あるのは、1本この足に近いのはまあ本当に足のラインを合わせるためにあって、でこっちはまあ軌道ですね。僕ドロヒッターで、まあ基本的にインから入ってきて外にちょっと出るって感じなんで、その軌道をまあちょっと多めにわざと向きを作ってやってます。で、この気になるペットボトルなんですけど、これは上げるときに、まあ、ちゃんと、インに上がらなければこれが当たると、これに当たらないように上げて、ここに上げたところにまた、まあ、勝手に降りてくるんですけど、降りてきて、まあ、あとはこのスティック通りにフォローを出していくって感じですね。どんどん連戦やっていくと、まあ、当然ですけど、まあ、ドローヒッターとはいえど、ちょっとずつちょっとこうストレート軌道にスイングがこう寄ってくるんですよ。で、それを矯正させるためのまあリセットの練習ですね。まあ、ほぼ本当に毎日朝この練習やって、試合だったらラウンド後にまたこの練習をやってっていう。まあ、でもちょっと外に上がれば当然ですけど、若干外から来るんで、外から来ればまあまたこれに当たる可能性もあると。で、さらにこっちに来ると、まあ、本来であればインから来た時はこう伸びてってこうフェースを出していくイメージなんですけど、こっちに来てるんで、まあ、スペースがあって体が回ってたとしても軌道的にちょっとインサイドにこう巻き込みたくなるんですよね。ってなるとちょっと球が引っかかったりっていう感じになります。変わった練習器具とか、はい、なんか変わった練習器具、ゴルフグッズ買ったとかあれば写真撮らせてもらって、ゴルフグッズ、はい、このパターが本当にもう売ってないじゃないですか。で、これ欲しくて、サブがメルカリで買ってるんですよ、いつもメルカリとかゴルフパートナーさんとかで、たまに出るんで、それを買って、で、去年のゴルフパートナーさんの試合の時に、それこそこだわりの一本みたいな企画があったんです、ゴルフパートナーさんで。で、僕はそのこのパターンの紹介をしたら、その試合の1ヶ月未満ぐらいからメルカリにすごい勢いでこのパターンが出て、それを全部僕が買い占めました。何本買ったんですか？いや、結構5、6本は買いましたね。はい、これ何年して発売ですか？発売なんですかね、本当10年、今僕は25で10歳の時なんで15年ぐらい前ですね。はい、
まあ、今もその結局シリーズいろんなシリーズ出てて、うん、アンサーは必ず出てますけど、うん、まあ、結局使い慣れてるのと、あとまあ打感ですね。いや、まあなんていうんですか、削り出しの柔らかいステンが入ってるんで、うん、まあ、ちょっとキャメロンっぽい感じの打感、まあ柔らかいって感じです。それがすごい好み。ダメってわけじゃないです。それダメとは僕は言えないですけどね。ただ、いや、ダメじゃないんですよ。これが良すぎるだけです。はい。だからまあ、中古ショップとかが結構地方とか行くたまにあるじゃないですか。そのまあ、大手さんでもそうじゃない個人の店でも。よく行って、これがもしかしたらあるんじゃないかって探し回るのが結構、最近の趣味っていうか。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかすごい、分かりやすいレッスンだったんですけど。本当ですか？ああ大丈夫ですか？おしゃべり上手ですね。まあ、それはもうコーチに鍛えられてるんで。コーチね、コーチも上手いですよね。はい、そうや、もう。で、今日のレッスンなんですけど、はい、ご自身としては、はい、まあ、出来栄えというか、どのぐらいの手応えとかありました？まあ、そうですね、まあ、テーマが懐を広くみたいなテーマだったんですけど、まあ、結構難しくて、教えるのも難しいし、やるのも難しいテーマだなと思ったんですけど、まあ、自分なりに重要なとこは、まあ、うまく伝えられたんじゃないかなと思います。まあ、じゃあ、あえて点を100点満点につけていただくとすると、はい、何点でしたか今日は。まあ、全部含めると80点ですね。あら、もっとなんか 高くて全然いいような気がしたんですけど、辛いですね。レッスン内容とかは全然良かったんですけど、うん、2回出した時は怖かったです。ちょっとね、はい、そうですよね。それだけですね、うん、気になったのは。プロの場合超えちゃいますもんね。そうですね。まあ、そんなところで、じゃあ、対して担当記者、まあ、K なんですけど、はい、初めてじゃないですよね、お会いする。確か、そうですね、何度か。どうでしたか、ちゃんとプロ その言いたいことを、はい、こう聞き出すような、はい、質問がされたかどうか、ちょっと採点していただきたいんですけど、はい、何点ですか。いや、もう本当、しっかりやっていただいたんで100点です。ありがとうございます。本当になんか会話もすごくスムーズに、はい、ね、まあまあプロのおかげなんですけど。まあまあそうですよね。あやつって何でもです。さすがのトーク力です。いやいや、とんでもないです。じゃあまた、はい、まあ、今シーズンの意気込みなんかもちょっと一言もらっていいですか。あ、そうですね、今シーズンはまあ当然日本ツアーの初優勝が第一ですけど、アジアンツアーにも今シーズン挑戦するんで、どっちもで優勝できるように頑張ります。皆さん応援お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。